ご視聴ありがとうございます。今日はこちらのスリミングヒートジェルを使って、ポカポカスリミングの足コースを取っていきます。はじめに蒸しタオルで足を温めます。このジェルはこのような形で粘性がオイルよりも強いですので、しっかりとつかみ上げることができます。のでスリミングを行うのにあたって揉み出しをスムーズに行うことができます。
ちょっと痛いですかね。このジェルは温熱成分が入ってますので冷えとかむくみを効果的にシェイプしますね。お手伝いですか。え、うん、ここ行こうね。うん、よいしょ。はい、ちょっと、あ、
はい、ちょっとあの左足が以上になりますね。でここで、違いをあの見ていただきたいのは、まず左足の方が足がまっすぐに伸びましたので右足より長くなっていますね。わかりますかね。そして右足ではこのような、静脈ですね、黒ずんでいる感じですとか青黒い静脈の線が吸い付けて見えてますね。ね、やっぱり血色が良くない状態です。で触った感じも冷たいです。冷えてますね。でそれに比べてこちら、そうですね、あこちらは足が温かくなって、で肌に透明感とツヤ張りが出てますね。であのこちらにあるような膝周り膝裏周りの、静脈もこちらは目立たなくなっています。はい、では右側もやっていきます。硬いですね。やっぱりちょっと左右差が大きいですね。そうですか。ももの硬さ、右の方が断然硬いですね。外ズネが張ってるのはどっちもきついですね。
痛い。すいません。ちょっと腰痛の原因にもなっているところなんで、はい、はい、痛いですけどね、ほぐした方がいいですね。これ暖かくなってきたんで、さっきより痛くないですよね。そうですね、うん、やっぱり冷えてるところが痛かったりくすぐったり硬かったりするんですね。これ同じ力で同じようにやってますけど、はい、全然違いますよね。違います。はい。やるので。
はい。これで以上ですね。で足が揃っていて肌の色も両足ともに明るくなってますね。以上です。ありがとうございました。